下松市の車サービス複合施設フェリックス88で4月6日全日本スーパーフォーミュラ選手権に参戦するレーシングチームインギングの体制発表会が行われました。発表会ではファンらおよそ100人の前で新型マシン SF19 が披露され、会場が熱気に包まれました。この選手権は最高時速300キロを超える国内最高峰のフォーミュラーカーレースです。インギングの立川雄二監督と石浦博明選手、坪井翔選手が登壇、タイトル奪還に向けての意気込みを話しました。そのためにも自分たちがいい走りをして、車もどんどん速くしていくという流れに、速くできればチャンピオン争いもできると思っているので、しっかり結果も残していきたいなと思います。4月20日三重県の鈴鹿サーキットで行われる第一戦を皮切りに、ドライバーズタイトルとチームタイトルの獲得を目指します。以上、周南経済新聞でした。